ジンピットチャンネル始まりました。ケントです。カツです。今日はですね、レンタルスペースにお邪魔しております。で、運営しているカツさんでございます。カツです。ちょっと簡単な自己紹介を。ここアトリエ D というレンタルスペースをやっているんですけど、会社を経営していまして、事務所利用としてレンタルスペース作ったんですけど、リモートワークがメインになっちゃうので、事務所として使うと意外と人が来なくてですね、空いてる時間帯があるので貸し出せるようにということで、スペースマーケットさんの方に登録させていただいてます。コラボ割っていうのして、はい、僕とコラボしてくれたら安く貸しなきゃっていうプランがありましてそちらの方でケントさんが今日来てくださった流れです。動画も運営されてて、でそこに出てくれたら 83% 割引っていう割引すぎだろうと。もともと僕はその会場を探してたんですよ。ちょっと集中して作業できる場所が欲しいなとか、撮影する場所が欲しいなと思ってたところで今回お願いした流れなんですけど、 83% ってびっくりしましたもはやただレベルですね動画でも撮らせていただいたんですけど、お母さんのくだりが面白くて母親が僕の記憶のある頃から、もし女の子の心が芽生えたら私に言ってね、言われない状態で続くのはかわいそうだから絶対言ってねって言われて、めちゃくちゃ見えるかもめちゃくちゃ見えるかもなんでなんっていうふうに聞いたら、いや実はと、父親が絶対女の子が生まれるまで子供を産みたいっていう話だったんです。それを産婦人科の先生が知っていて、お母さんに対してですね、ああおめでとうございます、次は女の子ですよって勝手に言って、母親はあ女の子なんだと思って戸月10日過ごしたらしいです。いざ出てきたら完全男の子で、はいはい、あれみたいな、もうびっくりしたでしょう、ね、こう自分は女の子と思って育ててたから、女の子に目覚めるんじゃないかなというようなことを思って、僕に赤い服なりピンクの服なりを着せて大丈夫だよっていうのを伝えてくれたんですけど、完全に男でした。いやーなんかでも無縁ですね。そうですということで、ね、本当初のんけの方に何回も言います、これ言わないとね勘違いしちゃっていると思うんで、まあ勘違いしてもいいですよカツさんにゲストで出ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。でカツさんの方のチャンネルでも僕もコラボさせていただいてるんで、そちらもチェックしてみてください。ぜひお願いします。はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。本当エコーとかでたまたま見えなかったっていう感じで、ただただけど物がついてないなと思っちゃって、そうです、すごいギュッてなって、はい、半生だったです